どうも皆さんこんにちは。ちょっと私、忘れかけてたわけじゃないんですけれども、私のウクレレ教室ガズレレではですね、絶対この曲をやってくださいって曲があったんです。しかもそれを YouTube にアップロードしてなかったんです。今日はそれをやってみたいと思います。とにかく超簡単、これができるとですね、子供からおじいちゃんおばあちゃんまでみんな知ってるんで、めちゃ盛り上がれるやつなんで、やってみてください。ソロ曲とは踊るポンポコリンです。前奏からやってみたいと思うんですけど、あのメロディーありますね。パン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  G7 こっから歌に入っていく流れにしましょうか。メロディー弾けないというか口で言うのもいいですよ。はい、3、はい、バン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  G7 なんでもかんでもみんな踊りを踊っているよ。お鍋の中からポワッとインチキおじさん登場。いつだって忘れないエジソンは偉い人。そんなの常識。パッパラリラピーヒャラピーヒャラパッパパラパピーヒャラピーヒャラパッパパラパピーヒャラピーヒャラおへそがちらりパッパパラリラピーヒャラピーヒャラパッパパラパピーヒャラピーヒャラ踊るポンポコリンピーヒャラピーお腹が今はですね、お子さんからお年寄りの方まで結構みんな知ってて、一緒に歌っていつだってパンパンとか混ざりやすいんで、曲を覚えちゃうのをおすすめします。そしてコードなんですけどね、まず最初 C から始まります。 C ここですね。 A マイナーにタッチ、上に一歩タッチして A マイナーから F 行くときは A マイナーを押さえっぱなしにして人差し指をポンと足すだけです。はい、ここが時間短縮というかね。そして、G7 に行くときは F の人差し指をそのまま残しつつここで三角形を作るという、なんかすごいスムースな流れがまた気持ちがいいんです。はい、ではぜひ簡単なのチャレンジしてみてください。さよなら、ガズレレでした。バイバイ。